はい、どうも皆さん、こんにちは、凡人でございます。ということで、今日はですね、FC 岐阜対テゲバジャール宮崎のマッチレビューというところでやっていこうというふうに思っております。結果は1対2というところで、FC 岐阜としましてはですね、またしても勝てるゲームというか、落としてしまったと。まあ、非常にもったいない敗戦だなというふうに感じましたし、チームとしても多少メンバーをね、いじくって前線のメンバー構成というところを変えながらも、結果が出せなかったっていうのは非常に痛かったところですし、逆に宮崎の方はですね、ちょっと負傷交代で途中から入った岡田という選手が、まあ、またしても今日素晴らしい決勝弾をね、決めることになって、本当にチームとしてもね、まだ工藤元選手のですね、まあ、不法というところで傷が癒えない中でもしっかりと戦い抜くことができたんじゃないでしょうか。今回は、まあ、両チームとミラーゲームだっただけに、基本的なチーム的な戦い方なども含めてお話ししていこうというふうに思います。赤が岐阜、青が宮崎というふうで、まあ、先ほども言った通り、同じフォーメーションを使っていますね。442というフォーメーション、基本的に442、442同士なんで、マークにつく選手というのは基本的にはね、もう必ず1対1っていうのが、まあ、原則的な流れになってきますし、実際この試合もそういう展開でね、やってきていました。岐阜の方は前線のメンバーを多少いじくっておりまして、ツートップは田中純也と運動家で、今日は藤岡を左のワイドに張らしていました。で、畑が今日は右だったんですね。基本的に先ほども言った通り、基本ミラーゲームの時は1対1のところで、デュエルに勝って、特に442の場合はサイドハーフが2人いますし、サイドバック2人というところで、まあワイドでね、しっかり勝って、真ん中、特に2トップのところで点をしっかり取っていこうというところは、宮崎の方も変わらずというふうになっていました。ただ、まあ、前半からですね、正直どっちが押していたかと言われればですね、まあ、本当に綺麗に五分っていうのが、まあ、一番いい答えだったのかなというふうに思います。まあ、特にツートップのところはしっかり前線から張っていこうっていう姿勢を望みましたし、岐阜はいつも通りね、サイドバックが、まあ、基本的にまあ4トップまでもいかないんでも、まあ、田中純也がちょっと折り気味に、ね、なりながらで、サイドバックがそれのサポートにつく、今日も庄司とオイジの2ボランチというところでしたが、オイジがちょっとフリーマンのような形で中盤に上がって、庄司が最終ラインに下がってビルドアップに参加しようというような、まあ、この 3-1-4-2 のような形で、来ていましたが、今日は正直、まあ、攻守ともにそんなに、まあ、悪くはなかった、まあ、特に守備のところでの2失点はどちらともね、やっぱクロスのこの場所ですね、をこじ開けられて行かれたっていうところで、そのいつも通りね、岐阜の失点パターンが今日もそのまま出たような形でしたし、まあなんで、その際立って今日特に変なミスをしたかと言われればね、そうではないんですよね。宮崎の方も、まあこちらの方がよりソリッドな 4-4-2 の攻め方っていうんですかね、ワイドにしっかり張って、この基本的にこの 4-4-2 という形をね、崩さずに攻撃に参加していくと。で、サイドバックはちょっとサイドハーフに売り気味というようなところで、まあ彼がサイドハーフのね、彼が中に絞ったら縦に突破するというような形で攻めてきていたんで、まあその岐阜としては、まあもちろん守るときはね、4バックないしは5バック気味に多少変化しつつ守りをね固めると、まあ今はこのちょっと5-4-1気味のね、トップポジションを取らせてますが、まあこういったところで基本的にそのお互い通してこの試合で目新しいものっていうのはね、正直あんまりなかったのかなというふうに思ってます。なんならそのいつも通りの戦い方をお互い90分がやり通そうぜっていうような姿勢がね、見えていた試合だったんで、まあなんでどっちがいいとかね、悪いとかではなく、うん、本当にまあお互いがいつも通り、まあ正直なところを言えば、まあこの2チームとももう昇格の可能性はないので、まあ来シーズンに向けたところも含めての試合、残りのリーグ戦というところになっていると思うんですが、まあそういった中でもこの試合はね、まあそういったところで固くね、とにかく自分たちが今までやってきたことをやりきろうぜというようなところで、来ていたなっていう、個人的な印象です。まあやっぱりその中で結局その勝利のところで分けた、勝敗を分けたのはやっぱり結局岐阜側のこのサイドの
抜かれ具合、特に1失点目はまあ右から攻められてクロスを上げられて、まあ、ゴール失点という形でしたけど、結局ここでのゴールを防ぐんじゃなくて、その前のクロスですね、クロスを上げた選手のところドフリーだったんですよ。もうなんならもうそのまま縦に持ち込めるような、ね、スペースも空いていたし、まあ逆に内側にねボールをこう、入れることもね可能なスペースが空いていたっていう中だったんで、まあ、やっぱそんなに空けられたらね、やっぱりいくら J3 とはいえプロの選手なんで、そんな簡単にクロス、上げれて、で相手の裏取って、ゴールすることは可能なので、まあそういったところでやられてしまったっていうところと、2失点目はもう左からドリブルで崩されて、まあ、中に持ち込まれたっていうところで、まあ今まで何回も見てますし、まあこれはね、その岐阜に限った話ではないんですけど、やっぱりそのさっきも言った通り、このゲームはミラーゲーム、1対1の攻防が勝敗を分けるっていうところで、やっぱり、うん、まあ今日ちょっとね、左のサイドバックに入った橋本選手のところの1対1のね、強さがあまり見られなかったっていうところもありますけれども、そういったところで、この試合は明暗を分けてしまったと。サッカーは基本的に、まあ、よっぽどのことがなければね、ゴールキーパーの付けばフィールドは10対10の戦い、まあ、その中で立ち位置を多少変えながらミラーゲームを避けて、1対1の場面を2対1に増やしてボールを奪おうとか、まあ、いろいろ考えながらね、やるスポーツだとは思うんですが、まあ、あくまでもその1対1で臨んでいる以上は、そういったところでのね、球際の激しさっていうのはやっぱり失ってはいけないのかなというところを改めて痛感させられた試合だったかなというふうに思います。まあこの4バックシステム採用してからね、実際守備の方は安定、まあ数字上はですよ、数字上は安定している現実がありますし、まあただ勝ちきれないっていうのは得点力、すなわち藤岡頼みになってしまっているという現状がありますけれども、まあただそういった面を含めてもこの試合はやっぱり勝てる試合でしたよ。相手もこう4バックで攻めてるってことは、このサイドバックとセンターバックの間、2ボランチのこの真ん中のスペース、まあそういったところがね、空いていたシーンが何回かありました。やっぱそういうところをついて、せっかく今日はウンドコがね、ある程度前線でまあゴール決めましたけど、張っている中で、ボールワンタッチ通せるね、やっぱりパスっていうところの選択肢がチームの中で増えていけば、もっとこう前線のね攻撃時のバリエーションっていうのは増えていくはずですし、まあそのね結局藤岡頼りってなってますけど、途中から久保田が入ったりとかね、そういったところで、まあ、山内を入れてねより高さを出そうっていうこともしてましたけど、まあそういった中で、せっかくね、豊富な攻撃のアタッカー陣っていうのはね、揃ってるチームと僕は思ってますんで、あとはやっぱりそれを使う側、まあ、そのコーチとか監督とかの判断で、誰をどのようなね、場面で使い分けていくのかっていうのをもっと明確にね、できていけば、得点力は増えていくと思いますし、まあその守備に関してはね、もう正直これはシーズン途中でね大きく改善できるようなもんじゃないんで、やっぱり守備は積み重ねのね賜物だと僕は思ってますんで、まあここはもう来シーズンに向けて、もうしっかりと一試合一試合監督がもう細かく修正していきながら、来シーズンのまあ前のキャンプですね、もうキャンプで徹底的に落とし込んでいってもらいたいなというふうに思います。くしくも今日いわき FC は昇格を果たしましたし、昨日はJFL の奈良クラブが J リーグ入会を果たしました。来シーズンは岩手、琉球が落ちてきます。噂では相模原の監督に戸田和之氏が就任するのではないかと言われております。より混沌とした J3 リーグをね制しようと思ったら、やっぱりその一番基本的なこと、ターン間際の激しさ、パスを正確に出す、シュートを打つ、そういったところを徹底してやっていってもらいたいなと僕は思っております。ということで、今日はですね FC 岐阜対テゲバジャーロ宮崎のマッチレビューというところでお送りしました。ご視聴ありがとうございました。